はい、どうも JB です。本日もプロスピースやっていきたいと思います。こちらのチャンネルでは無課金の無課金による無課金のためのプロスピースをコンセプトにした、無課金ユーザーでも楽しく遊べるように選手の育成、イベントの進め方、ガチャについてなどの解説をしていく動画です。チャンネル登録がまだお済みでない方はぜひチャンネル登録をよろしくお願いいたします。すでにチャンネル登録をしていただいている方は高評価もよろしくお願いいたします。はい、というわけで本日の動画なんですが、今回の更新で新たに追加された野手12選手見ていこうかなと思っております。特定のポジションではなく野手の登場となっておりますが、かなり強い選手、今回のシリーズ1、2024シリーズ1での変更によって強化された選手がわんさかいますので、そちら見ていきたいなと思っております。それでは行ってみましょう。1人目、阪神ミエセス。ミエセスなんですが、2023シリーズ2と比べますとパワーマイナス1となっております。もう完全パワー型の選手といった形ですね。裏捨てなんですが特に変わっておりません。特能が、プルヒが超フルスイングに変わっているといったところじゃないでしょうか。過去のものと比べますと使い勝手はかなり良くなっておりますので、まあ、純正としましてはここの変更はかなり、嬉しいところじゃないでしょうか。次、広島末金選手。末金選手は、2022シリーズ1ぶりの登場となっております。その時と比べますとミートプラス5、パワープラス4と大幅に上がっている形ですね。まだ完全パワー型の選手といったような形です。裏捨て、センター適性が消滅しております。特能3つ全て変わっておりまして、今回から超フルスイング、フルヒッター、ハイボールヒッターとかなり長距離打者風な、特能となっております。純正オーダーの長距離砲になれるのか、まあワールドスターで聖夜が出てくるまではライトで全然使える選手かなと思われます。次、横浜太田選手。太田選手はミートマイナス3、パワーマイナス1となっております。完全走力型の選手といった形ですね。裏捨てなんですがサブポジの適性が少しダウンしている形です。ライト適性は変わっておりませんので特殊で B が可能となっております。特能はパワーヒが粘り打ちに変わっているといったところですかね。まあ太田選手、日ハム版の TS 持ってる方は継承は NG となっております。今シーズンもね TS 出てほしいなと個人的には思ってる選手ですね。次、巨人長野選手。長野選手はミートプラス2、パワープラス2とアップしてるような形ですね。称号でパワー走力同値が可能となっております。裏捨てセンター適性が消滅している形です。特能につきましては選球眼と流し打ちが、順番が入れ替わってるくらいですかね。特にそこまで大きく変更はないです。まあ、今シーズンも TS が出てくれるのかがかなり楽しみなところかなと思っております。 TS が出るのであれば、まあ、出た時を想定して S ランクでやったりとか A ランク持っておくのはありなのかなと思える選手です。次、ヤクルト川端選手。川端選手ミートプラス1、パワープラス1となっております。裏捨て特に変更なく、特能も、変わらず、超代打の神様アベレージヒッターいぶし銀となっております。純正用の選手ではあるんですが今シーズンも、TS 出てくれるかなと、TS 出たら超の選手同様 TS の方のが、全然強いのでその時のために、素材として集めておくのはいいんじゃないでしょうか。次、中日ビシエド。ビシエドなんですがミートマイナス2、パワーマイナス2となっております。弾道がパワーヒからライドラに今シーズンから変わってる形です。裏捨ては特に変更がなく、まあそこそこ高いかなといったところですね。特能が対左投手が、ハイボールヒッターに変わっております。あとはパワーヒがライドラに変わってる形ですね。リアタイ的現役最強ファーストっていうような形ですかね。まあ中日純正やってる方この前の更新で、大将中田翔が出たんですが、まあ、ビシエド出たらファーストビシエドでいいんじゃないのかなと思われます。次、オリックス森友哉。森選手なんですがステータス特に変わっておりません。称号でミパ同値が可能となっております。裏捨てなんですが特殊で捕手の適性 B まで上げられる形です。で今シーズン補給がねちょっとダウンしてるような形ですね。で特能がプルヒが選球眼に変わっております。ですので左のキャッチャーとしては現状最強打者っていうような形ですね。坂倉選手が出た時にどうなるのかはちょっと楽しみなところじゃないでしょうか。次、ロッテポランコ。ポランコは、2023シリーズ2は未登場となっておりまして、ベスト9タイトルホルダーと比べますとステータス各マイナス1となっております。レフトの適性は、アップしていて、特能がパワーヒフルスイングが新たに追加になっているような形です。
まあ、ポランコね、もうちょっとステータス高くても良かったんじゃないのかなと思われます。 A ステータス、パワーは A、ね、全然乗ってて良い選手かなと思ってます。次、ソフトバンクウォーカー。ウォーカーなんですが、ソフトバンク版は、初登場となっております。2023シリーズ1の巨人版と比べまして、ミートマイナス1、パワーマイナス2となっております。裏捨て特に変更がなく、特能がローボールヒッターがチャンスに変わってる形です。ソフトバンク純正持ってる方はここはね、取りたい選手かなと思えるところですかね。まあ、超広角持ってるのがやっぱり強いところかなと思われます。次、楽天フランコ。フランコなんですが、パワーマイナス1となっております。で、裏捨て特に変更がなく、特能が、初球がフルスイングに変わっている形と、各順番がそれぞれ入れ替わってる形ですね。まあ、フルスイング、パワーヒ、プルヒのこの3点盛りは外国人、打者には結構多い特能になっている形ですね。次、西武中村選手。中村選手は、ミートマイナス1、パワープラス1となっております。称号でパワー A には可能となっております。裏捨て特に変更がなく、特能が対右投手が存在感に変わっております。現状ベテラン選手が、2024シリーズ1の最強サードになるんじゃないのかなと噂されております。超アーティスト広角持ちがサードで出てくるのかはちょっと疑問なところなんですが、現状めちゃくちゃ強い選手かなと思われます。ラスト、日ハムマルティネス。アリエルなんですが、ミートマイナス1となっております。称号でパワー A は可能となってます。裏捨てレフト適性が消滅になっている形ですね。特能なんですが、選球眼がフルスイングに変わっております。右打者のキャッチャーとしましては、現状最強選手かなといったところじゃないでしょうか。超広角チャンスフルスイングのこの特能はかなり強いかなと思われますといったような形で、今回新たに追加された野手12選手ご紹介してきました。今回登場した12選手の中で個人的に欲しい選手で言いますと、中日ビシエド、オリックス森友哉、日ハムアリエルマルティネス、この3選手が欲しいかなと思っております。ビシエド森友哉は獲得できれば即極みは可能かなと思っております。アリエルはね、今ちょっと A ランク集めてる最中となっております。皆さん、今回新たに追加された野手の中で欲しい選手、誰でしょうか。この選手、今シーズン以降かなり期待している選手もいましたら、ぜひともコメントよろしくお願いいたします。はい、ということで本日は、新たに追加された野手12選手ご紹介してきました。本日の動画が良かった、参考になったという方、高評価、チャンネル登録ぜひともよろしくお願いいたします。それではまた次回の動画で会いましょう。バイバイ。